釣りじゃ釣りじゃ釣りじゃいや、いただきます。超高級ってことか。沖縄の動画いつまで出すの？ケモヤブ、うん、作業用でございます。いいよ。久しぶりじゃな。衣もこの毛を、なんか南京祭りの時は多分最後じゃろうな。毛糸の衣を着ておるな。毛糸の衣も、うん、ふわっとした良いな。もう花の装いじゃよ、うん、もうに三島も寒くなってきたのかの。ちょっとおむしあの見た目変えてもらっていいか、これ。あ、そうか、ちょっと見た目戻してください。恐ろしすぎるわ。怖っ。両耳刺してんじゃがもう。足の声も聞こえんわ。どれぐらいの色やったかな。これじゃな。元のそれがしに戻したいの。黒じゃな、頭は。顔とか口は変えてないじゃろ。目の色は変じゃん。見ちゃったな。いや、もう顔の形とかいじってないじゃん。髪の毛、髪の毛。髪の毛の色じゃん。うん。うん。これじゃん。何だった？目の色、目の色じゃ。うん、これじゃ。こんな。鼻が違うような気もすんの。あれ、違うの。こんなんやったかな。思い出されへんの。口側のふわってな。そうそうそれ。これか。うん。よし、髪の毛これやったわ。これじゃよ。こんなんやったかな。それがしていったらこの髪型よ。本当か。うん、うん、まあこれでよいか。よし、さて。あんまりでも草は生えておらんな。いや、生えておらん。ほーれ、見よう見よう見よう。草山じゃよ。これは今日はお主に抜いてもらうからな。もう呼び出されてもらう。一回さら地にせねばな、もうこの辺も。嫌じゃよ。落ちてるその道具とか一回きれいにせねば。嫌じゃよ。その化石。嫌じゃよ。何を嫌なの。新しい催しが。ごめん、26日しかやってなかった。26日しかやっておらぬ催しを今。よし、釣りじゃ。釣りじゃ、釣りじゃ。もう全部草むしりよ、お主。じゃあ今日はこの上の高台何にする、なんかやろうとしておったじゃん、お主。お主の家かの。それがしの家か。すべて計画は忘れた。これをなんかする会議ではないか。お主の家にしようかなと思っておったのじゃが。休憩してくだされ。早いの。もう休憩です。イベント、イベント。休憩じゃ。まずは休憩ください。今日はチョコを購入してきましたので、ぜひお食べください。運ばれてきましたぞ。パティスリーカーバンソンの黒柳徹子さんのために作ったトリュフを今日召し上がってください。トリュフ、うん、チョコ、チョコレート。あー、これなんか高級なやつで、よくあるやつだな、この丸い。黒柳さんのために作ったと言われる。黒柳徹子さんのために作った、うん、でこのお店も一月に数日しか開いてないっていう、激レアなお店で。高そうじゃん。美味しい感じ。え、それをたぬき商店で買ってきたのか、これ。たぬき商店じゃないけど、パティスリーカーバンソンで買って。はい。じゃあいただきます。超高級ってことか。あ、なんか硬いのチョコにしては。うん。うまいの。苦々しや。苦い。もう。甘いチョコはもう古いんじゃな。チョコではおざらん、ね、甘いって。ん、苦いの。甘いよ。苦い、苦いじゃろ。甘いか、これチョコじゃよ。むちゃくちゃ甘いって。え、怖っ。え、チョコにしちゃ苦いじゃろ。
これ甘いか、チロルチョコとかと比べて。何、甘い甘い。え、チロルチョコより甘いこれ。まあ、外の粉はそれあの苦いはないぞよ。ちょっとみんなのもう一個食ってみよう。ちょっと食ってみよう。もう一個。味が違う。むちゃくちゃ中ふわっとして美味しいぞ。美味しいの。うん。こんなに買ってきた甲斐がないこと。なんか苦い感じがするわ、それは。これは苦いはない。ビター感でもないぞ、おもし。これは甘いぞ。いや、苦いの。そうなんで。もろ苦い感じがする。これだって1時間半並んで買ったんだよ。えぇ、このなんかコーヒーと行きたいの、うん、これ大人の味の1時間コロニが1時間半ぐらい飯田橋飯田橋。え、これだけが1、これみんな買い求める。他もいろんなケーキがあるね。へぇ、チョコレートのケーキが有名で、めちゃくちゃうまい。黒柳徹子さんがこれを欲しい、好きなんじゃない。もともとさん多分モンテドファンでっていう、大人の味も大人の味。もうすぐ働いてくだされ。すぐ早く草抜け。草を抜けよ。もう休憩終了か。そうだ、佐藤ももう全て抜き終わってからの話だよ。まあ抜くのにおそらく 2,30 分かかるから。あれ、このたくさんでいいよ、この、あ、その出してるやつを片付けていこうと思う。この今日はどうやることないし。ああ、まだもう真夏の予想に。おなしは夏じゃったな。夏ぶりに。それがしは南京祭り。よーし、月に1回じゃな、これは。よし、じゃあ草を抜いてくだされ。あー、釣りじゃろう、主。釣りするんじゃろ、釣りするんじゃろ。あ、片付けてくれるのか。あ、これ、あ、それらしか取ったらあのどっかにしまわれるから、うん、それは都合が良いな。これはありがたい。うん、これ全部片付けるんだよ。頼みますが、これはもう本部行きじゃよ。ありがたいの。俺がしたらちょっと釣りしてくるから頼んだ。どうしよう、上の草をそのはしごで。よし、これをもうあらゆる頼むぞ。お虫が見える範囲でしか、それがしはこの作業ができるのか。そうそう、草がこっちに生えておるからの、ギリギリじゃな、ここが、うん、画面のギリよ。あ、でもやってるやってる。見えぬところでやれてそうな気がする。何置いておるんじゃ、それ。それがしら。わかるんだ。久しぶりじゃな。これ、そっちまで行ったらそれがしも上に行けろかな。あんまり二人で上に行くことないじゃん。うわっ、上に上がれた。上の。久しぶりじゃな。作業用ってこれいつ流すんじゃろうな。いや、まあ洗い物してる時とか、畳んでる時とかじゃ、と、なんかパソコンとか見る前とかかな。そうじゃん。だから、うん、トークベースの方がいいっていうことじゃな、うん、このあっちこっちとか言うよりは。うわ、降りれるな。別にその目的がなくてもいいということやな、うん、これをやりつつトークするというような感じじゃの、うん、うわー、トークなんだよ。この力降りれるようになってもしもたな、それなし。一人では。あー、無理か。この上も取りたいな。このヤグラみたいなちょっと一回片付けようぞ、これ、うん、これいらんじゃろ、これいらん。全部じゃあ好きになってくれてよいぞ。あー、よいよいよ、すっきりすっきり。あー、気持ちが良いの。ここはまた、はい、全部、うん、また考えましょうぞ、ここは。うん、そうじゃな。また時が来たらばここに何かをせず、うん、立てようぞ。沖縄は10月でした。もうあれ10月か、あれ。沖縄の動画いつまで出すの。もう良いよ。まだある。まだある。まだあと5分あるっていうね。一応年明けまで考えて。もうその昔感がすごなってきてるのよ。昔感なくなった。
あれでもう10月やからな。仕事付けじゃったからな。ちょっとおんし携帯持っておるじゃろ。何をやったかちょっと見てくださる仕事。携帯。おお。あ、いいよ。それはしょ持っとるわ。持ってるの。いや、この人はこういうのはもう素早く動けるから。11月はたくさんありまするぞ。あ、それがしに、あの時間変わった。一日休みとかあるんですか。休みが、1回あったな。11月22日が休みありましたな。何したの休みの日。寝ましたな。それがしは私は最高の炊飯器を買いに行きました、ね、えこの10万弱ぐらいの炊飯器を買いましたな。大スター10万。え、何が違うのよ。踊り炊きの最高峰。もうそれがし白米とにかく好きじゃから、ずっともう7年ぐらい使っ7、8年使ってた炊飯器をそろそろ買い替えるかという話になって、今までの炊いた米と何がもう全然一粒一粒の存在感がもう全く違う。米がまずうまい。別に米は今までの米で同じ米で、今までの米で、でその炊飯器の中に、うんうん、なんか選べるのよ。米の銘柄が50個ぐらい入ってて、有名なその魚沼産コシヒカリやとか秋田小町やとか、それに選ぶとそれ専用の炊き方してくれて、違うんや、もちもちとかふっくらとか全部選べる最高級。ちなみに何ってやつですか。何だよ。あ、なんか踊り炊きの中一番新しいやつ。はがましたな。どこの製品、うん、うわ、どこやったかな。もうお任せ、一番おすすめのやつ買ったんだよ。そう、見てないな、どこの製品。あの日変わったの、うん、もう言うか、米が好きなのよ、それがしは。おお、なんじゃ。いいじゃん、いいじゃん、えい、釣れました。いいじゃよ、いいじゃよ、えいやイエーイ。良いの。何時を寝て終わり。寝て終わりですな。それがしはもう、この間じゃろ、寝て、あ、ニトリ行きましたな。ニトリに。何しに行ったの。ニトリに、なんていう、こういう、こういうなんか、タツノオトシゴみたいな形の抱き枕が欲しいと嫁が言ってこういうなんか M 字みたいな P みたいな字の形のヨッシーの顔みたいな、こう抱いた上にここ枕もあるみたいな感じ、長細い、それが欲しいってなってニトリに行ったんじゃが、それがなかったという一日でしたな。返す。探せど探せど。ニトリにある商品で。ニトリの商品で。ああ。一番最寄りのニトリ行ったんじゃ。医者とかどうやってるのよ。お医者さんとか通ってないの。歯とか目とか。歯医者とか行ってる。歯医者とか行ってないな。うわ、歯やばいぞお主。定期的に行ったりしてないのお主。それはじゃあもう記憶の中で。嘘じゃろ。歯医者はもう絶対虫歯あるかな。大阪行きたいかな。東京で、東京出てきて歯医者行ってないの。歯医者行ってないな。汚な。嘘じゃろ。え、マジで。マジで行ってないな。そんなもんか、みんな行くもんか。いやいや、せめて年一ぐらいは行くじゃろ。まことか。自分の歯見んのか、歯を。歯医者行きますかな。皆さん行きます。いや、絶対歯周病じゃよ、主。でも家ですごい水が出るシーっていう細いレーザーみたいに水が出るやつあるで。それ何するの。そういう歯石を取ったりするのかな。か、なんか、なんでそんなことあるの。いや、なんか買ってき俺、嫁が買うのそういうのと。何それ。それも、その、すごいよ。差が持ってるやつじゃろ。いたいたいたってなるやつ。あ、え、箱書かれてなるぐらい、もう針の。でももう絶対奥歯とか多分虫歯になってる。なってるんかな。なってるよ。一回検査に行かねばな。いや、絶対そういう歯医者とか、そう休みの日にそれがしたら詰め込んで、うんうん、行ってるのよ。医者か。まあそう、電化製品が楽しみじゃな。コンタクト作りに行こうと思って、その日も
6時までお医者さんが、それがちょっとなんか企画でカラコン入れる企画があって、カラコン初めて入れたんじゃが、入れれたの、入れてもらったんじゃ、30分ぐらいかけて、うん、でコンタクト入れれるんやって思って、でメガネ屋さん行ったら、その炊飯器買い終わりで、コンタクト作ろうと思って名車行ったら、なんか自分のメガネがないとコンタクト作れませんみたいなこと言われて、メガネ名車さんとそのコンタクト屋さんが並んでるとこに行って、でコンタクト、名車さんまず行ったら、コンタクト作りたいんですって、で初めてですか、初めて、あ、じゃあコンタクト屋さんに行ってくださいって言われて、コンタクト屋さんに聞いたら、あ、名車さんに行ってくださいって言われて、いや名車に行ってこっち来たんですけどって言って、あ、そうですかみたいな、で、あ、じゃあ本日のお持ちメガネお持ちですかって、あ、すいません、ちょっとメガネなくてって言って、あ、じゃあ少々お待ちくださいで、メガネなかったらコンタクト作れませんって言われて、いやもうイラってして10分15分ぐらい待って、で、え、何、え、名車あるやんそれ思ったから俺名車から行ったのに、あー、もうここでよねって買わんと思って、結局作らず対応されて、もうイラっときてやめましたむちゃくちゃじゃろ、もう調べてくれりゃいい、今横に名車ついてるのにメガネがとか言われて、細いキノコ生えてきてる知っとった細いキノコ、そう、今それをあれ養殖してるんです。え、食べていいぞ、食べれるのかなこれ、うん、秋は秋のものが生えようなうん、うわぁ、秋じゃん、うわぁ、危ない危ない危ない、生で拾ったやつのキノコめちゃくちゃ怖いないや、いけるよ、もう、え、生が一番うまいじゃん、あ、紅葉してきた、病院行ってないな、名医者行きたいけど、ほんま行く暇ないの、うん、そういう時に行くのはチャンスじゃろ、日曜じゃったじゃろ、あれ、あ、行っとった、でもそれがし名医者、名医者だから行ったのよ、それがし、名医者、いや、お主の目の具合とそれがしの目はもう厄介やから、そうないのよ、あ、そういう町の名車じゃ無理なのかもしれない、しっかり名車なのよ、空いておるとかあるぞ、今調べたら、ちょっと家から遠かったりするけど、いや、石岩の南城として、もういつもいじられて、うん、あ、いや、これ手術が、いや、ちょっとうまくいってなくて、うん、それなんかいいのを決めねばな、赤い目の答えこれちょっといいの出してください、これちょっと毎回だって、そのやり取りよう見てなんかぬるっと終わってる、うん、チャンスなのよそれって、結局 なんて言ったらいいかな、南城にスポットが当たってる、なんかいいのないかな、この右目をこの病気っぽく言わぬ感じ、うん、休みほんまないの、月1回ぐらいかな、オフ入れてもらってるのが、それがしも炊飯器そういや買ったのよね、がむっちゃ臭い米出来上がりましたもうそれ1回だけしか使わんと思う、なやこれって言ってまずってなって、ほんまにやめました。どういうこと、なんか安い炊飯器壊れたから、まあ安いのでいいかって言って、だいぶ前、だいぶ前じゃない、今年入ってだいぶ序盤ぐらいに炊飯器、コロナ前、コロナちょい前ぐらい、ああ2月、もう1回しか使わない、え、そ、失敗してるのか、いや、からんのか、炊き方、ずっとあのそれがし、あの鍋で炊いてたの、土鍋みたいなやつで、それずっと美味しくて、まあ、うん、美味しいけど、さすがになんか保温とかあるやつもさ、いるからって言って、炊飯器、まあとりあえず安いのでいいかって言って買ったのも、うん、多分土鍋が美味しすぎるのか、うんうんうん、炊飯器がもうなんかパッサパサで、匂いもなんかくっさーってなって、あ、これえ、いい炊飯器買ったらそうじゃな、おすすめじゃん、もう米食いの方はもう絶対おすすめ、それがし白米大好きじゃから、まず米がうまければもうあと卵焼きとお魚焼いてもらうだけでもめちゃくちゃ飯うまいからな焼いてもらうんかい作ってもらうな、それがし自分では焼けんからさ、